Sy-1 は中国で開発された対艦ミサイル。ソビエト連邦製の P-15 テルミートのライセンス生産版であり、西側諸国においてはアメリカ国防総省識別番号としては CSSN-1、NATO コードネームとしてはスクラブブラッシュと呼ばれた。また、後には発展型として HY-1 や HY-2 も開発されており、これらも 本校で扱う。中華人民共和国国防部では、1956年10月に第5研究院を設置して、巡航ミサイルの技術開発を進めていた。1950年2月の中祖友好、同盟総合援助条約を受け、1957年には、防衛技術協力条約も締結された。1958年、中国は、 1> p 1 5ミサイル及びその製造設備をソ連から購入した。生産ラインは南昇引き製造講師に設置され、アメリカ合衆国から亡命したロケット開発者のゼニガクモリ博士の指導の下、2年後にはライセンス生産に着手した。これによって生産されたのが SY-1 であり、1964年8月には工場の試験を通過した。 1967年8月、ミサイルの量産が認可され、1960年代後半には中国人民解放軍に収益した。中国独自の改良型である HY-1 も、1968年12月には試験に成功し、1974年から収益した。これはさらに HY-2 に発展し、 こちらは1980年代初頭から登場した。また、SY-1 も、射程延心型の SY-1A を経て、1990年代には、動力を固体燃料ロケットに変更した、SY-2 に発展した。中国人民革命軍事博物館に展示されている、拳印式の HY-1 地上発射機中国人民革命軍事博物館に展示されているの。 HY-2 蒸気の通り、SY-1 はソ連の P-15 のライセンス生産版であるため、設計はこれと同一のものとなっている。動力としては液体燃料、ロケットエンジンが用いられていたが、SY-2 では固体燃料、ロケットモーターとされた。また、HY-4 ではサステナーはターボジェットエンジンとされている。巡航高度の調節は、 Sy-1 では、気圧高度計によって行われていたが、Sy-1A 以降では、電波高度計に変更されて、やや低空での巡航が可能となっており、例えば Hy-2 では100メートル、Hy-2G では30から50メートルとされている。イラン・イラク戦争で、初めて実戦使用され、イランは、アメリカ合衆国の所有するタンカーやクウェートの施設、 などをシルクアームで攻撃し、イラクは中国から購入した爆撃機 H-62YJ-6 空対艦ミサイルとシルクアームを組み合わせてイランのタンカーとバルカーを破壊し、両国のタンカー戦争に利用された。湾岸戦争中にイラク軍は2発の HY-2 をアメリカ海軍の戦艦ミズーリを中心とする部隊に対して発射した。一発は海に落下したが、 もう一発は、イギリス海軍42型駆逐艦グロスターのシーダーと艦対空ミサイル2発によって迎撃された。これは、海上での戦闘において、対空ミサイルによるミサイルの撃墜に成功した最初の例とされる。この際、シルクワームに対抗するため発射したチャフを誤認した、アメリカ海軍のミサイルフリゲートジャレットのファランクス CIWS がミズーリを誤射する事故が起きた。 イギリス軍はウムカスルの HY-2 を回収して、イギリス空軍博物館コスフォード館に展示した。イラク戦争では、イラク軍がクウェートに発射した。また、国際連合の制裁下でありながら、イラクは、シルクアームのジャイロスコープを使って、アルサムード2と呼ばれる弾道ミサイルを開発していた。HY-1 と HY-2 の採用国。ありがとうございます。